はい、頑張りましょう。お願いします。超初心者の初めての釣りです。はい、はい、頑張ってね。金目釣ります。はい、ね、金目がいっぱい釣れるといいね。楽しみだね。そうだね。はい、どうやって釣れるのかも何も知りません。はい、大丈夫です。みんなスタッフ全力でサポートしますんで、はい、はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。オールレンタルパックはいくらなんですか？はい、金目のオールレンタルは、はい、ね、竿町でいるとね、仕掛けと重りと氷、はい、それも全部込みで、3万1000円で3万1000円で、はい、セットをやらさせてもらいます。はい、下船後の氷は別ですよね。はい、下船後は、まあ、接種品でね、はい、はい、もらいます。はい、わかりました。はい、じゃあ頑張ります。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、おはよう。はい、おはようございます。今日は何釣るんですか？はい、今日は金目鯛です。金目鯛ですか？うん、おー、準備中です。小学生の男の子と一緒に釣りをします。今着てる青色の T シャツは L サイズとなります。 L サイズから XL まであり、1枚3800円となります。もし入り用でしたらお声をかけてください。今から金目の仕掛けを下ろします。わからないところはスタッフが教えてくれるので安心して釣りができます。え、なんでみんな当たりってわかるのかしら？竿先が、うん、竿先
当たり。めちゃくちゃ軽い。じゃあこんなところ。
ご来光。日の出見たいじゃない、ゆきちゃん、日の出。もっと大きくてとても綺麗でした。この辺りから船酔いしだしてちょっと意識が朦朧としてます。今日は南伊豆の花火があります。金目が釣れてたので見てください。じゃあ漁師さんのほれ捨て道具だよ。するなんて言いながら動画ばっかり撮っていました。最初からすごくいっぱい当たってたくさん釣れてます。
てるので意識がずっと朦朧としてる状態で会話がどんどんなくなってってます。それでもそれぐらいで済んでるからすごいなぁと思いました。ぼーっとしながらふらふらと動画を撮ってるのでみんなの邪魔になってないかなぁと後から心配になりました。初めての仕掛けを落としてみました。仕掛けを落としてる途中です。釣れたかな、どうかな。金目の小さな魚が釣れちゃった時はそっと海に返してあげます。今回数匹小さいのが釣れちゃったのでそっと針から外して海に戻しました。中米丸といえば遠征、遠征といえば大物釣り。敷居が高く感じますが竿をぼーっと言ってるくらいの私が手ぶらで簡単に釣りを楽しめたのでぜひ初めての方も安心して乗ってみてください。中米丸の船宿では源泉のかけ流し温泉もありバーベキューもできるのでぜひ遊びに来てください。